ウィンチェスターはアメリカ合衆国バージニア州北西端に位置する独立市である。2010年国勢調査での人口は26,203人だった。フレデリック軍の軍長所在地であり、ワシントンボルティモア、北バージニア連結統計地域の一部である、ウィンチェスターバージニアウエストバージニア都市圏の主要都市である。経済分析局は、ウィンチェスター市にはシェナンド大学がある。 西暦千年頃、初期先住民族として、カカポン、オペクオン、ショーニー及びタスカローラの各種族がいた。中世までに、ダイアパラチア渓谷の南北の自然の水路があり、カトーバ、チェロキー、デラウェア、イロコイ及びショーニーの各種族がこの渓谷の平原を狩猟場にして、うろついていたので、ウィンチェスターは、部族間戦争が起こりそうな場所だった。 最初にこの警告を実質支配したのは、サスケ・ハノック族だったが、その後1600年頃に、イロコイ族に襲われ、追い出された。イロコイ族は1694年頃から1700年代、半ばまで、小児ー族に小児ーースプリングスで集落を築いたり一時的、宿営地を作ることを許したとされている。これは、初期クエーカー京都と入植者が到着した時代と、重なっている。 歴史に名高い小児族集長、コーンズトークの父はここに居宅を持っていた。フランス人、イエズス海の遠征隊が1606年にはすでにこの渓谷に入っており、サミュエル・ド・シャンプランによる原始地図が1632年に作られたが、渓谷北部の確認できる探検は探検家、ジョン・レーデラーによるものであり、1670年8月26日に、 現在のフォーキア軍やウォーレン軍からこの警告を眺めた。その後1705年に、スイス人探検カルイーズ、ミシェルや1716年に、総督アレクサンダースポッツウッドによって、広範な探検と地図作りが行われた。1720年代後半、総督ウィリアム・グーチが大規模な土地特許を発行することで開拓を促進し、それに続いて、領主フェアファックス教の支配人、 ロバート・キング・カーアッターが20万エーカーの土地を獲得した。これらのことが組み合わさって、ペンシルベニアやニューヨークからクエーカー教徒や様々なドイツ人及びスコットランド系アイルランド人入植者の殺到を直接促すことになった。ウィンチェスターの開拓は1729年には始まっており、エイブラハム・ホリングスワースのようなクエーカー教徒が ペンシルベニアからインディアン道沿いグレートバレーを遡り、以前の小児属族宿営地に入植を始めた。最初のドイツ人入植者は1732年のジョストハイトとされており、スコットランド系アイルランド人の家族数組を含む10家族を伴っていた。ここは英国教会の植民地だったが、総督ウィリアム・グーチは宗教について寛容な政策であり、バージニアの全体で、 土地特許が可能だったので、多くの宗教を信奉する家族が訪れ、同じ宗教の特許購入者や、陶器家の支援によって、しばしば50エーカーの土地を与えられた。その結果、ウィンチェスター地域は警告における初期、長老派教会員、クエーカー教と、ルーテル教会員及び、英国教会員にとって、本拠地となった。最初のルーテル教会礼拝堂は、 ジョン・キャスパー・ストーバー・ジュニア牧師によって設立され、アレクサンダー・ロスは、クエーカー・京都のためにホープウェル集会所を建てた。1736年までに、カーンズ・タウン・ニオ・ペクオンの長老派教会が建設された。1735年に、第6代フェアファックス教、トマス・フェアファックスがバージニアを訪れ、イングランドをチャールズ2世からの古い土地特許である。 ラッパハノック川とポトマック川の間にあるバージニアのすべての土地を含む土地所有権を主張し、これがフレデリックと重なりまた、それを含んでいた時に法廷闘争が起こった。1738年までに、これら開拓地はフレデリックタウンと呼ばれるようになった。その後、オレンジ軍からフレデリック軍が分離し、軍議会ともに英国教会、フレデリック教区からなる。 最初の政府が作られた。イングランドのウィンチェスターからの移民ジェームズウッド大佐が初代議会事務官となり、1741年頃にハンメーカーの土地26区画を定め、自身の住居、グレンバーニーを建設した。最終的に、軍議会は1743年11月11日に第一回期を開催し、ジェームズウッドは1760年まで事務官を務めた。 フェアファックス共和所有権が法律の10分の9であると理解し1748年にここに住居を建てた。1750年までにバージニア植民地議会はそれまでのフレデリックタウンにバージニアでは4番目の姿勢を施行することになるウィンチェスター氏を承認した。この名前はウッド大佐の記事が古いサクソン人のウェセックス王国の首都であり、 あとに、イングランドのウィンチェスターだったことにちなむものだった。1754年、エイブラハム・ホリングスワースが、エイブラムズ・デライトと呼ばれる住居を建設し、これが、クエーカー教徒の初代集会所の役割を果たした。ジョージ・ワシントンは、青年時代のかなりの期間を、ウィンチェスターで過ごしており、第6代フェアファックス教、トマス・フェアファックスのために、フェアファックス土地特許の測量を、手伝い。 また、ウッド大佐のための測量も行った。1758年、ウッド大佐は、町の西に158区画の土地を追加し、続いて、トマス・フェアファックスが、町の南と東にさらに173区画を寄付した。ジョージ・ワシントン大佐、エドワード・ブラドック将軍が1755年に、カンバーランド砦に向かう途中でこの地域を通り、デュケーヌ砦への遠征行軍を行った。 ワシントンはフェアファックス教のための測量士だったのでその地域を熟知しており、ブラドック将軍の副官として随行した。住民のダニエル・モーガンは、ブラドック軍がペンシルベニアに降軍するときにニューマ社の御社として加わった。1756年、ワシントン大佐は、ジェームズ・ウッドが認可した土地に、ラウドントリデを設計し、建設を始めたが、そこは、 現在のウィンチェスター中心街、ノースラウドン通りの0.955エーカーに及ぶものとなった。ラウドントりでは独立戦争が始まるまで兵士が駐屯し大砲が置かれた。この時代、ウィンチェスターに監獄が建設され、時にはフレンチ・インディアン戦争に抗議し、英国教会教区に税金を払うことを拒否したバージニアの多くの場所のクエーカー教徒を収容した。ペンシルベニアでは、 クエーカー教徒が政治支配していたが、バージニアは英国教会の植民地であり、反戦主義はそれほど受け入れられなかった。クエーカー教徒の強い反戦主義は、バージニアがこの戦争と次の戦争を強く支持したことと、組み合わされて長期にわたるクエーカー教徒の抑圧につながり、ウィンチェスターはより多くのクエーカー教徒が中西部の地へ向かう入り口となり、 1800年代半ばにはクエーカー教徒は極少数派となった。フレンチ・インディアン戦争の間の1758年26歳のワシントン大佐はバージニア植民地議会のフレデリック軍選出議員に選ばれた。ダニエル・モーガンは後にバージニア教会地をインディアンの襲撃から守るレンジャーとして働き、1759年にウィンチェスターに戻った。戦後、 1763年から1774年に、モーガンは、アシュビー大尉の中隊に仕え、ポンティアックの反乱やオハイオ渓谷の小児遺族に、対してバージニアを防衛した。ダニエル・モーガン大佐独立戦争の時、バージニア植民地議会は、地元の住人で、フレンチ・インディアン戦争の子参兵、ダニエル・モーガンを選んで、民兵一個中隊を立ち上げさせ、 ボストン包囲戦を戦うワシントン将軍を支援することにした。モーガンの率いる96名のモーガン狙撃兵隊が1775年7月14日にウィンチェスターに集結し、21日かけてボストンまで行軍した。モーガン、ウッド及びその他の者たちは捕獲した戦争捕虜、特にヘシアンを保持するために様々な任務も果たした。ヘシアンの兵士たちは、 町の北と西にある高い尾根を歩き回りクエーカー京都からアップルパイを買って食べることで知られた。このために町の西の尾根は親愛の心からアップルパイ尾根と呼ばれるようになり、町から北へ通じる1709年以前に建設された尾根道はアップルパイ尾根道と改名された。地元の農夫はバージニアの民兵やできたばかりの志願兵からなるアメリカ軍を養うことで、 新しい事業機会ができ、そのために町や渓谷は後の南北戦争の間に参加を受けることになった。独立戦争後、町では最初の新聞ザ・ガゼットとザ・センティネルが創刊され、ダニエル・モーガンは後の1797年から1799年にアメリカ合衆国議会会議員を一期務めた。ウィンチェスターとその周辺地域は南北戦争の間に 多くの戦場となり、競い合う南北両軍は、セナンドー渓谷のこの部分を支配するために奮闘した。当初のフレデリック軍の範囲内では7つの大きな戦場跡がある。第3次、ウィンチェスターの戦いウィンチェスター市内ウィンチェスター市、キングオ南北戦争の間、ウィンチェスターは南軍にとって重要な戦略拠点だった。1861年に、ジョセフ・ジョンストン将軍や、 ストーンウォール、ジャクソン大佐がシェナンド渓谷を守った時、ジャクソンの1862年のバレー方面作戦、1863年のゲティスバーグ方面作戦、1864年のバレー方面作戦では重要な作戦上の標的になった。小規模規兵襲撃やパトロール及び様々な部隊による時折の偵察を含み、 ウィンチェスターは72度その支配者を変え、1日の間に13度変わったとも言われている。戦争の様々な時点でメインストリートすべてに沿って戦いが加熱した。北軍のフィリップ・シェリダンと南軍のストーンウォール、ジャクソン領将軍は様々な時点で一ブロック離れただけのところにその作戦本部を構えた。ウィンチェスターはシェナンドー渓谷の北端に位置しており、 南軍が北部に侵入するとき、首都ワシントン DC を脅かすときに作戦の基地になった。ボルティモアオハイオ鉄道、チェサピークオハイオ運河及びそれらの経路やポトマック川渓谷に沿った有料道路や電信線に対する主要な襲撃を行う部隊にとって街は中心点として機能した。例えば1861年、ストーンウォール・ジャクソンは ボルティモアハイオ鉄道の56両の機関車と300両の客貨車、さらには何マイルもの軌道を外し、10ヶ月にわたってその艦船を閉鎖させた。装備を馬や馬車で運ぶ、動きの大半はウィンチェスターを中心とした。南北戦争の間、ウィンチェスターは5度北軍の主要占領機関を味わった。北軍がウィンチェスターを占領している間に、多くの住民が、 町から追放され、個人資産が盗まれ、負傷兵の治療を助けていた市民が撃たれて殺され、家屋は違法に盗まれて、占領、破壊され、医学校は焼かれ、また住民は、スコフィールド少将の支配下にある時に合衆国への再加盟に投票を許されなかった。ミルロイ少将はウィンチェスターを略奪するときに、私の意志が絶対的法律だと主張したと言われ、女性を追放し、 老人と少年を投獄した。公式記録によれば、シェリガン少将はウィンチェスターから警告を遡って暴れ回り、穀物や道具の詰まった2000の名や他の離れ屋は言うに及ばず、小麦や小麦粉で満たされた70の製粉所と多くの家畜を破壊した。公式記録に言及されなかったものとしては、破壊された多くの鹿や傷つけられ、殺された無垢の婦女子がいた。 これら占領期間の後で、ウィンチェスターの連邦主義者が、その同調する相手を変えた者がいたとしても驚くには、当たらない。戦時に、ウィンチェスターが味わった困難さにもかかわらず、何人かの住民は、南軍側に、大きな貢献した。例えば北バージニア軍ジャクソンの第二軍団で、軍医長を務めたハンター・マクガヤ博士は、戦時の医療にあたる者の,の待遇について、 その後のジュネーブ条約に対する基礎を作った。ウィンチェスターは特に1862年のアンティータムの戦いや1863年のゲティスバーグの戦い後の南軍医療活動の主要地点として機能し、国際的にまた戦争中における医療行為の進展に活路を開いた。ウィンチェスターでの戦闘に参加した者の中には、後のアメリカが衆国大統領となった。 ウィリアム・マッキンリーやラザフォード・ヘイズがおり、どちらも北軍大級軍団の士官だった。今日、ウィンチェスターは南北戦争犯のための多くの探検と観光を提供している。南北戦争時代の多くの砦り跡が街の周りに散らばっている。以下のそのリストであるジュバル・アーリードライブ道路がウィンチェスター中心街南を回り込んでおり多くの戦闘があった。 中心地点に沿っている。ウィンチェスターはポトマック川より南では伝統を導入した最初の市になった。ウィンチェスターは南北戦争時代の武器を使える状態で保存する全国的協議会で2年に1回開催される北部南部小戦闘協会の開催地である。アメリカ合衆国国家歴史登録財、編集その他の継承地。 研修ウィンチェスターと周辺のフレデリック軍の地図、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に加えて、以下の歴史的な史跡もウィンチェスターにある。ウィンチェスターは、北緯摂氏39度10分42秒、整形78度10分0秒に位置する。ブルーリッジ山脈とアパラチア山脈の間の、シェナンド渓谷にある。週間高速道路81号線が市内を横切り。 アメリカ国道5十五線、522号線、17号線は市内に終点があり、バージニア州道7号線も市内に終点がある。ウィンチェスター市はワシントン DC から西に約75マイルにある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は9.3平方マイルあり、すべて陸地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 基礎データ人、種別人口高校生年齢別人口高校生世帯と、家族収入と、家計ウィンチェスターでは、毎年、1924年以来開催されている、シェナンドーリンゴの花祭りが行われ、この地域に、約25万人の見物客が訪れる。この祭りでは、カーニバル、アメリカ合衆国では、最長の消防士パレードと3番目に長い、総出パレード、 いくつかのダンスと集団およびリンゴの花クイーンの体感式がある。地元の学校や多くの企業はリンゴの花週末の金曜日は休みとなる。ウィンチェスターには20以上の異なる人工リンゴがあり、それらは木、ゴム管、石膏および塗料など様々な材料で作られている。これらのリンゴは2005年に資材住者が制作しオークションにかけられた後に 制作者の要請する場所に置かれた。例えば、明るい赤のリンゴに大きな聴診機が付けられて、利用者の多いウィンチェスター医療センター入り口側に置かれた。ウィンチェスターは、バレー野球リーグのウィンチェスターロイヤルズの本拠地である。ウィンチェスターの最初の姉妹都市、イングランドのウィンチェスターは、バージニアの町がその名をもらったところである。アイゼンハワー政権の時に、ウィンチェスターは、 エクアドルのアンバートと,とも正式な姉妹都市関係を、無以下では、ウィンチェスターの著名な住人を誕生都市順に示す。ありがとうございます。